折れちゃうんだよこれ。ダメ。どうも、コウスケでございます。今日はですね、キャンピングトレーラーがまた故障でございます。直していきたいと思います。最後までご視聴くださいませ。旅する勝間岳。はい、ということでキャンピングトレーラーがねまた故障でございます。あのね、キャンピングトレーラー、キャンピングカーって絶対にね壊れるんですね。なんでちょっとこれね別の話になっちゃうんですけれども、よくですね、どのキャンピングトレーラーがおすすめですかっていうご質問をねされることが、まあ、多々ですね多いんです。だけど僕一番最初に僕の意見として思うことがですね、一番大切なことって代理店さん、アフターメンテナンスしてくれるところがね一番大切だと思いますし、そこでね僕もやっぱり痛い目にあったっていうところもあるので、しっかり直してくれて技術もあって知識も経験もあるところを選んで、その次にねアドリアにするのかホビーにするのか、エメロードにするのかっていうところがね一番肝じゃないのかなと最近思うこの頃でございます。はい、そしてね、今回何が壊れたかと言いますと、ムーバーでございます。ムーバーね、これね2回目ですね壊れちゃったので、540古い方のね、キャンピングトレーラーなんですけれども、やっぱりね年数が経つとね、壊れる、まあ消耗していってしまうのかな、経年劣化してしまうのかなっていうところなんですけれども、一度ね、まあ、外に行ってどんな状況かご説明させていただきたいと思います。はい、ではですね、こちらの 540KMFE のムーバーがね故障してしまったということなんですけれども、どんな、ね、状況になっているかということを今ご説明したいと思います。はい、今こちらがね右側のムーバーなんですけれども、これねこっちは動きます、正常に動いています。で反対側行ってみましょう。はい、こちら反対側のムーバーなんですけれども、ちょっともうちょいでしょうかこれ。はい、これぐらいで、これね開けます、動きません、何も動かないという状態でございます。それあんまりねこれやるとね良くないので、このこんなまあ現状、こっちがもうとりあえず剥がれなくなってしまっていると、反対側動くけどっていう、でこっち回してると反対側動いてるんですよ、ということでこいつだけがね外れないということでございます。はい、でこれね何が原因かということが分からなかったんで、ホケツさんにね、お伺いしたら、この横に回しているものを縦にするギアがあるらしい、どっちか分かんないですけど、縦と横がどっちか、まあギアを変換するとこのロッドが多分折れてしまってますねと、強い負荷をかけたために、まあ、こう電動ドリルでグイグイ押しすぎてそれが割れて折れてしまったんじゃないかっていうことでございました。ちなみにねこれ僕前もやっちゃってます。ただね前回はグーッと押しつけてドバーンみたいな、もうムーバー自体がバーンみたいな状態でブラブラになっちゃったみたいな、で今回は押しついたままもうそれが離れないという状態になっております。でやり方としては中の部品のロッドを交換する、それはまあ僕にはできない。でもう一個の方法が、六角を緩めて、1.5 センチ以上タイヤから離して固定しておくという方法があるということで、それをして、東西アテを持っていけば東西アテをさんに持っていけば、まあ、部品もあるので修理ができるんじゃないかということなので、そのまずねムーバーをタイヤから離すという作業をやっていきたいと思います。で六角がねこの下にあるっていう話だったんですよ。あ、2個、ここに2個、狭いなこれ、見えないですね、狭すぎて。あれ、ここに六角がありそうだけど、前にこれが止まっちゃってて見えないな。これカメラでも追えないよね多分。ちょっと見れるのかな、入らないよね。見えるか、あ、ここにありますね、これ六角なのかな。あとこことここで6個なんだけど、横とか行ってなかったからちょっとこれ分かんないっすね。
一回聞いてみましょう。顔でか。一回ちょっと電話してみたいと思います。補欠さん電話タイム。本日は定休日。定休日という。ことでございます。とりあえず一回六角で緩めてみようかな。ちょっとねやってみます。それで緩むかどうかわかんないけど。はい、ではね今こことここと下の2つ全部で6個緩めていきたいと思います。わかった。マジ、こんな硬いの。え、全然動きません。ダメ。こんな硬いの。嘘でしょ。なえんな。これはなえますね。回らない。もうちょっと長いパイプみたいのでやってって、そんなパワープレーしちゃっていいのかな。はい、ということなのでちょっとね無理ですね。これはできません。もう回らないし、ここが合ってるかどうかもわからないところで壊しても良くないなと思うので、補欠さんからね連絡あり次第ちょっとお伺いして、どこをどう緩めるんだということでね。これ外れなかったらやばいっすよ。動かないから結局東西アテオさんにも持っていくことできないんでね、ムーバーがこうついちゃってるんで。困った。困りました。ちょっとまた別の日にやります。旅する勝間岳。はい、別の日になりました。先ほどですね東西アテオさんにご連絡させていただきまして、解決というかね、どこを緩めたらいいかっていうのがね、僕がね明らかに間違ってたということでございまして、今からねご説明させていただきたいなと思います。はい、カメラマンは雄大くんです。はい、はい、雄大くんです。帽子取ってください。帽子取るんですか。金太郎です。昨日彼女に切られて。恥ずかしい、これ恥ずかしいな。前髪がでも良くなったでしょ。見やすくなったでしょ。すごい、なもう目にかからなくて何ももう見えないことはないです、うん、それが金太郎カットだから。セリちゃんのおかげだから。はい、ということでいきましょう。昨日なんですけど、これ僕が発動したの六角をのね、ここを外してみたいなことをしたんですけど、六角じゃなくて六角レンチ、レンチだったっけ、六角ボルトの方で、もう本当に、ね、今ねここだとね刺せないっていう、この本当フレームのこの上のここにですね止めているところがあるんですけど、裏ですね、裏で、でこれ入るとねもうこういう状態で、こういう状態、もう作業、手がもう届かない、作業もできないよと、これ全部はめちゃうよということなので、これはまずいと。なのでどうしたらいいですかと思って、僕レベラーをねこう準備して、これにね乗っければねいいんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、峯岸さんからのご指示でこっちのねジャッキホイールをパンパンに上げれば中入れますよということで、まずはそれをやりたいなと、はい、いうことでございますので、はい、雄大君お手伝いいただいて、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。すごいブル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 になるんで、これ見てください、ブルブルになるんで。すごい、はい、壊れてます。壊れてはいないか。まあ、ロットの部分が曲がっちゃってんだろうね。そうですね。でこれで上に上げていくんだよね。でこれで上げていきましょう。これ後ろトーンとかなんないですか。ウィリー、はい、得意だからな僕ウィリーウィリーするんだったら収めとかない。これででもねウィリーしたことはないからね。もっと伸ばしたいよね。でもうそろそろ限界かな。カツカツって音が鳴っちゃうと外れなくなっちゃう。怖い。こんぐらいで一回上がってる。下回りだから怖いよね。怖いっすね。あー絶対ダメでしょこれ。でもいけるしそうっすね。さっきよりかはいいけど、さっきよりは全然。そうだね、はい、結構見えるけども、これでもレベラーで上げたとして、はい、一回レベラーで上げてみる。それかいけるかなこれ。いいです、すごい全身入ってる。全身入ってる。これちょっと見てください、雄大すごい。そうこれ、これですね。映った。はい、それを緩めると、この2つ4つ4つになってる。ここに4つタイプがね、僕の古いやつだから6個じゃないかもしれないです。あ、そういうことなんですね。うん、ペース落ちそう。もっと上げたい。いや、全然いける。この状態でいける。
ちょっとこれ撮影には撮影泣かせのポジションだね、これね。これいけますね。いける。じゃあ撮影もいける。これ3つっすね。こっち側反対側に3つあるんですかね、同じように。よいしょすごい。いや恐怖映像、3つだ。あ、下にあるわ。はい、あ、ちょっと一回回してみよう、とりあえず。そうですね。僕応援しかできないけど言うなよ硬い。硬すぎる。硬いっすね、これ。かっこよくなっちゃうから。あ、そう、ここにもあるでしょ、これ。あ、そしたらコウスケさん反対側これとか押さえてもらう。それ押さえてた方がいいね。これモンキーで押さえてようか。はい、よいしょ。これさ、大変だね、これ作業される方。大変ですよね。これマジ結構タフなところにつけるね、これムーバーって。そうっすね。うわ、来た、緩んできた。うわ、緩んできた、緩んできた。全然動かない。うわやばいっすね、それ。あー、ダメよ。ありました。え、またそんな簡単に体勢がすごいことになってるもん、ゆうた。あ、いや、こういうことになってます。外れなくなっちゃった。これは大変だわ。入った。これでこっちでいいのかな。上にタイヤの方に回せばいいかな。そう、いくよ。もう、うるわ。こっち、来た。おお、おお、おお、ゆうこさん。これで今何個緩めてる？ 4 つ緩めたよね。4つ緩めました。これ絶対体に悪いじゃん、この体勢。首、首一回寝かせようかな。今すごく俺、いい体勢になってます。よし、ここ落ち着きますね。これ視聴者の方、見てる方、何も面白くないよ、これじゃね。ハゲたごめんなさい、こんぐらいしかできないです今僕面白くないよね、ハゲたそういう動画じゃないからね。しっかりちゃんと直す、ハウトゥー動画だからこれ。ハゲ方の、何がハウトゥーか全然映せてないけど、ハゲのやり方どうやってハゲにするか、ハゲのハウトゥー自然にハゲる方法防止テクニックハウトゥーその1、まず前の晩に毛を剃っておくツルツルにしておくちょっと引っかかりあるとあれですもん、野球部みたいになっちゃうから、ね、そうそうそう、そう取れなくなっちゃうから、もう手で入れるぐらい。ああ、怖い、ちょっと待って、コウスケさん怖い。どうした、動いたっす今、下が潰されちゃう。結構緩んだ。今だいぶ緩んだっすね。どうっすか、動きます。ああ、取れないよ、全然動かない。他にある？もっと緩めちゃう？逆に。そうね。これでこれが動くんだよね。下は動かないよね。こいつが多分もっと緩めた。下の上が動くって感じだよね。あ、分かったっすよ。ここでガチャンと挟んでる感じです。そう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 。この字で挟んでるって言った。こいつがもっと多分緩めた方がいいかもしれない。そしたら。この字のやつを緩めるってこいつか。これがこの字か。これもこの字だね。あ、本当だ。そうか、これもう物ごと動くってことね。そうですね、ムーバーがとかじゃなくて軸ごとガッと動く感じですね。まだ全然だね。あ、来た、動いた。お、来た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 、来ました来た来た。これずれました。もうちょっとずれした方がいいですか。いや、 1.5 センチぐらいでしたからこれぐらいじゃない。 1.5 センチこのぐらいですか。うん、ちょっと今緩めたところを再度取った方がハウトゥーになるよね。そうですね。ちょっとお待ちください。今ですね、緩めたところ、新しいのはね6個あるって言ってたんだけど、僕のは5個しかなかったです。で、今外したのがここがですね、ストッパーですね、これはただの。そうですね。で、こっちにボルトが手前に2つ、はい、上側に2つで、奥にまた2つ。そうですね。あとここと、で、このね、これを緩めればいいってことね。
そうです。この字の部分を。この字を。止めてあるボルトを緩めると、このバーごと動いちゃうよっていう。そうですね。っていうことでございます。なんとなく構造が分かりましたね。分かったですね。で本来だったらその外側のスライドだけでいけるところを。そう、いけるけど、軸でもずらしちゃってるっていう。なるほど。ことでございましたので、あとはこれをまた固めていくと。いう作業でございます。はい、ということでございました。5つでした。はい。で今ね一回また締め直していきたいと思います。締めちゃっていいんですか？はい。旅する勝間岳。はい、ということでですね、雄大くんのお力を借りまして、はい、無事に取り外すことがね、良かったですね。できました。良かった雄大、本当に僕あんなことできないから良かったっす元だからあれで重量飛びだからね。そうですね、重量飛びはないバージョン。なんだっけ、重量重量あんま知られてないですけどね。そうだね、なんか重たい重機をね設置したりするとかいうようなやつをやったんでね、得意なんですから。汚いとこが得意です。ありがとうございます。もう汚いなんて僕は思わないですでですね、最初のね冒頭イントロの方でも言ったんですけど、やっぱりキャンピングトレーラーは本当にね壊れますので、やっぱり安心できる代理店さん、僕たちだったら東西アテオさん、確実な情報を与えてくれて、ここをやったらいい、さっきはねフェイスタイムでここですここですっていうね的確な指示を、峯岸さんからいただきましてね、完了することができましたので、はい、皆様代理店選びには、代理店さん選びにはぜひご注意くださいませ。何かね不安だなって思うことがあったら、僕の分かる範囲でいろんな、ね、お客さんいらっしゃってるんで、いろんな代理店の情報はね、まあ、関東だったら大体ある程度知ってますので、購入をね検討希望でここどうですかみたいなのがあれば、インスタの DM でねちょこちょこっとまあ完全に僕のね意見とお客さんの意見なんで、もう本当にそれが正しいかわからないんですけど、まあ、参考までにということでお伝えすることもできますので、ぜひねコメントいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。さあビアゲンビレッジ、やっておりますので、ぜひね一組限定のキャンピングカー専用でございますので、キャンプ場遊びに来てくれたら嬉しいと思います。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー、バイバーイ。